俺は西野優太、25歳、普通を絵に描いたようなサラリーマンだ。地味で学校や会社でも目立たない俺には、俺とは正反対の性格をしている1歳年上の兄コータがいる。コータは学生時代から派手で目立ちたがり屋で、常に周りには友達や取り巻きが大勢いた。それだけなら良かったのだが、学生時代は喧嘩も多く、よく母が学校に呼び出されていた。しかし何度学校に呼び出されても、何度母に泣かれても、コータは気にしなかった。良くも悪くも他人に振り回されることなく、我が道を行く人だったのだ。シングルマザーだった母は、自分の育て方を間違えたのかと後悔することもあったという。でも俺はそんなことはないと思っている。たとえ父親がいようがいまいが、コータは今と変わらず自由に生きただろう。そんな人だ、諦めるしかない。そんなコータは高校卒業と同時に家を出た。定職にはつかずに、バイトを転々としながら生計を立てていた。子供の頃こそ年が近くて、いつも一緒に遊んでいた俺たちは兄弟というよりも友達という間柄で、とても仲が良かった。でも成長するにつれて、だんだん仲が悪くなっていった。性格が違いすぎたので、年頃になった頃にはお互いに話しかけることはなく、一緒の家に住んでいても他人のようだった。だからコータが家を出て行った後も、俺は寂しさを感じることはなかった。ただ家族として誰にも迷惑かけてくれるなよって、それだけは心の片隅で祈っていた。でもそんな俺の祈りはもちろん届かなかった。俺は就職と同時に一人暮らしをしていたが、母が心配でよく実家に顔を出していた。あの日も実家に顔を出していたのだが、なんとコータが突然ふらっと家に帰ってきたのだ。それはコータが26歳の時のことだった。高校卒業以来8年ぶりの帰宅だ。コータの隣には小柄で線の細い女性が立っていた。綺麗な顔立ちをしたその人は、玄関で立ちすくむ俺と母親に深々と頭を下げた。はじめまして、コータさんとお付き合いさせていただいています、小松渚です。申し訳なさそうに挨拶した渚さんの隣で、コータは興味なさそうにそっぽを向いていた。俺も母もこれには驚いたものだ。これまでにもコータの彼女が家に来ることはあったが、歴代の彼女たちは俺や母に挨拶するような礼儀正しい子はいなかった。俺や母の存在を無視したり、家の中でも堂々とタバコを吸ったりする女性ばかりだった。でもこの後、コータは俺と母の驚きを超える発言をしたのだ。俺結婚したから、これ嫁、夏には生まれるらしいからよろしく。呆然とする母の隣で、俺は大きな声を出してしまった。結婚？生まれる？そんな俺たちに渚さんはもう一度頭を下げた。本当にすみません。弱々しく頭を下げる渚さんを見て、俺も母も冷静になることができた。そして詳しく説明する気のないコータではなく、渚さんから詳しく話を聞くことにしたのだ。渚さんは22歳、高校を卒業してからフリーターをしていたそうだが、今は事務職についているそうだ。そんな彼女はたまたま入った飲み屋でコータに声をかけられて交際、交際してすぐに妊娠が分かり、先日入籍して今は妊娠5ヶ月。コータさんからは入籍のことも妊娠のこともご家族に話していると聞いていたんです。最近までつわりがひどくて寝たきりの状態で、まさか話していなかったなんて、本当にすみません。渚さんのご両親はもう亡くなっているようで、親戚とも疎遠らしい。話を聞く限り彼女は常識のある人のようだし、本当になんでコータと交際し結婚までに至ったのか、わけがわからなかった。でも彼女のお腹の中には新しい命があるのだから、追い返すわけにはいかない。しかもコータは仕事が長く続かず、金遣いも荒いため貯金もないらしい。借金まであることを渚さんも今朝初めて知ったんだとか。
とてもじゃないが生活できないと渚さんがコウタに訴えたら、じゃあ俺の実家で暮らせばいいんじゃね、とか言われて連れてこられたそうなのだ。俺も母も呆れてため息しか出なかった。渚さんは自分が働いてなんとか暮らしていく、迷惑はかけないと言いながら何度も俺たちに謝ってきた。借金作って妊娠までさせたコウタは頭を下げることはなかったが、身重の渚さんを見捨てることはできずに、俺は渚さんとコウタを受け入れた。バカ息子がごめんなさいね。渚さん、ご両親もいなくて心細かったでしょ。コウタのせいで生活にも不安だったでしょうし、うちで暮らしなさい。私はまだ働いているし、渚さんは体をいたわりながら出産に備えてほしいから。母のその言葉に渚さんは目を潤ませていた。子供を産んで働けるようになったらすぐにでも働きます。絶対にこのご恩を返しますから。順番はめちゃくちゃになったけど、家族なんだからそんなのいいのよ。助け合っていきましょう。コウタ、あんたも必死で働いて、もうお金を浪費するのはやめて。それがうちに住む条件だからね。いいね。コウタはしぶしぶその条件にうなずいた。わかってるって。こうして母とコウタと渚さんの3人暮らしが始まった。俺はもともと母に仕送りをしていたのだが、その額を少し増やした。母はコウタのためにそんなことしなくていいと言ってくれたのだが、俺は決してコウタのためにやっているつもりはなかった。俺が仕送りした金はあくまで母と渚さんが暮らしていくのに困らないようにするための金だ。コウタにはムカつくこともイラつくことも多い。でもそれで苦労するのが母と身重の渚さんという現実にはもどかしい思いがあったのだ。何年も家に帰ってこなかったコウタと会ったばかりの渚さんと母がうまく同居生活をやっていけるのか不安だったが、同居生活は意外にもうまくいっていた。コウタも仕事に行っているようだったし、渚さんは働き者で気遣いもできるらしく、母も生活しやすそうだった。逆にお腹が大きくなってきて渚さんがゆっくりしたい時には母がサポートしているようだったし、でもそんな暮らしは長くは続かなかった。渚さんが臨月に入り、いよいよ生まれるかもしれない。そう思っていた頃、コウタがいなくなった。いつも通り仕事に行ったまま帰ってこなくなったのだ。職場に電話したところ、コウタは同僚と喧嘩になったらしくて、数日前にいきなり辞めると言って、本当にそのまま出勤しなかったようだ。連絡もつながらない。事件や事故も想定したが、寝室の机の上にコウタの書き置きを見つけたのだ。やっぱこんな生活無理だわ。父親になるのもやっぱなしで、すまん。これだけ残してコウタは渚さんも生まれてくる子供も捨てたのだ。渚さんは泣き崩れ、俺や母が心配になるほど憔悴した。実家もない彼女はコウタだけが頼れる家族だったのだ。これから子供を抱えての生活が不安で仕方なかったんだと思う。渚さんはすぐにでも家を出ていくと話した。コウタさんがいないのに血のつながりもない私と子供がこのままお世話になることはできません。そこまで迷惑かけられません。そんな渚さんを引き止めたのは母だった。なんとか出産が終わるまででも家にいてほしいとお願いしたのだ。母も一人になる渚さんが心配だったのだろう。それから1ヶ月ほどして渚さんは元気な女の子ミオちゃんを出産した。でもミオちゃんは元気だったものの、渚さんは産後体調を崩した。出血を繰り返し熱を出してなかなか下がらない。とてもじゃないが渚さんとミオちゃんだけで暮らしていくことはできずに、同居生活は継続された。その間に渚さんと母とで何度も話し合いを重ね、母と渚さん親子でこれからも一緒に暮らし、ミオちゃんを育てていくことを決めたのだ。俺は実家の近くに引っ越してできる限りサポートした。男手が必要なこともあるだろうと思ったのだ。一度だけ
離婚もせずに無責任に出ていったコウタのことをどう思っているのか、渚さんに聞いたことがある。ひどく恨んでいるのではないかと思ったのだ。でも渚さんは恨んでなどいなかった。コウタさんは生き方が下手な人です。周りに迷惑かけるし自分本位。でもね、孤独だった私に手を差し伸べて一緒にいてくれた人なんです。どうしようもない人だって分かってるけど、孤独な私に家族をくれたあの人をどうしても嫌いになれなくて、私って男の人を見る目ないんです。そう言って寂しそうに笑う渚さんの笑顔を俺は一生忘れないと思う。俺なら大事にするのに、苦労させないのに。そう思っても伝えることはできなかった。渚さんは兄であるコウタの奥さんだから。それから2年が過ぎたある日、兄のコウタが亡くなった。警察からの連絡で分かったのだ。コウタは電車で1時間ほどの土地で生きていたらしい。でも相変わらずフラフラした生活。仕事を転々として、時には喧嘩もして、友達と朝まで飲み明かすことも多かったとか。そして最後は飲酒運転の事故。ごめんね、渚さん。私が育て方を間違えたせいでこんなことになっちゃって。母は息子を亡くし、泣き晴らした目で謝った。でも渚さんはそんな母の肩を優しく撫で続けたのだ。私が妻として至らなかったんです。彼を私たち家族に留めておくことができなかった。母も渚さんもそれぞれが自分を責めていた。だから俺はコウタの遺影を思い切りにらみつけてやった。母さんも渚さんも悪くないよ。コウタの人生だ。コウタにだけ責任がある。母も渚さんも力なく俺の言葉にうなずいた。でもコウタの遺品整理に、コウタのアパートに行った時にあることが分かった。あの金遣いの荒かったコウタが通帳に貯金をしていたらしいのだ。通帳の表紙には汚い字で、渚とガキの金使うな俺って書かれていた。やり直そうとしていたのか、陰ながら罪滅ぼしをしようとしていたのかは今となってはわからない。わかるのはコウタが渚さんとミオちゃんのために金を貯めていたってことだけ。その通帳と通帳の表紙の文字を見たとき、俺は亡くなってから初めて泣いた。生きるのが下手でどうしようもないクズの兄、それでも家族のために変わろうとしてたのか。この事実には俺だけでなく、渚さんや母も何か思うことがあったようで、みんなで泣いた。決していいやつではなかったけど、それでも俺にとってはたった一人の兄だった。やはりどんなクズでも家族との別れというのは悲しいらしい。それがわかった。そうしてコウタと別れた俺たちだったが、その後さらなる悲しみが待っていた。コウタの四十九日が明けないうちに、母が心臓発作で亡くなったのだ。何の前兆もなく、本当にある日突然だった。さすがにこれには俺も渚さんも打ちのめされた。それでも俺はなんとか踏ん張り、渚さんを支えた。残された彼女と幼いミオちゃんに手を差し伸べられるのは俺しかいなかったのだから。コウタが出て行ってからの2年間で、俺の中での渚さんは兄嫁ではなくて好きな人、守りたい人になっていた。だからこそ俺がしっかりしなければ、そう思って必死に涙をこらえた。母の葬儀まで終わっても家をどうするのか、渚さん親子がどうやってどこで生きていくのかなど考えることは山ほどあった。それらのことが心労になってしまったのか、渚さんは体調を崩した。俺は諸々の事情を会社に話し、しばらくの休みをもらった。渚さんの看病をする人が必要だし、ミオちゃんの世話をする人も必要だ。渚さんはしきりに大丈夫と言ったが、俺が押し切った。こうして未亡人で美人な渚さんと一つ屋根の下で暮らすことになったのだ。これまでもミオちゃんとはよく遊んでいたから、ミオちゃんのお世話はなんとかなった。まだ俺の母やコウタが亡くなったことを理解していないミオちゃんは、この日も元気いっぱい遊び、眠りについた。
俺と渚さんも眠りにつこうと思ったのだが、実家には客用の布団なんか置いていなかった。みおちゃんのは子供用で、大人用は渚さんの分しかなかったのだ。母やコウタの布団で寝ることには抵抗があるし、布団が一つしかないしな。俺のそのつぶやきにソファーでぐったりとしていた渚さんは小さな声で、私大丈夫ですよと答えた。俺は驚きつつも渚さんの顔を見た。冗談を言っているような声のトーンではなかったけど、本気でもないだろう。渚さんの表情は暗くて、俺はそれを見たら、渚さんは今ものすごく寂しくて心細いんだって分かった。だから俺は無理やり笑顔を作ったのだ。渚さんには元気でいてもらいたい。俺でかいし太いし、もし一緒に寝たら渚さん潰れちゃうよ。渚さんは一瞬間を置いてから笑い出した。そうですね、ごめんごめん。俺はソファーで寝るから、渚さんはゆっくり布団で寝てきて。ごめんね、俺が家にいたらなかなか落ち着かないと思うけど。俺がそう言うと、渚さんはソファーの自分の隣をポンポン叩いて、そんなことないから、とりあえずちょっとここ座って。久しぶりに誰かといられて嬉しいの。ちょっとゆっくり話しませんか。好きな人からの誘いを断れるはずもなく、俺は渚さんの横に腰を下ろした。すると渚さんは、はぁ、とため息をついたのだ。顔色はいいので今のところは体調が良さそうだ。いろんなことがありましたね。コウタに続き母も亡くなり、俺と渚さんとミオちゃんだけになった。ごめんね、俺の家族が渚さん親子を悲しませてばかりいるよね。俺の言葉に渚さんはぐっと膝の上に置いていた手に力を込めた。お母さんが亡くなったことはすごく悲しかった。でもね、コウタに関しては複雑なんです。なんで私たちを置いていったの。後悔して一人で私たちのために貯金してくれるなら早く帰ってきてくれればよかったじゃないって、恨み事を言っちゃいそうで、亡くなった人にそんなことを思う自分が嫌になります。渚さんの声が小さく震えていて、俺は胸が締め付けられた。それに飲酒運転って何よ。本当にどうしようもない人なんだから。でも分かっていたんです、あの人はそういう人なんだって。だから私が止めてあげなくちゃいけなかったのに、結局できなくてお空に行っちゃって、私とミオはあの人を更生させる理由にはなれなかったんだなって思うと虚しくて。やはり渚さんは自分を責めていたのだ。俺は渚さんの手に自分の手を重ねた。びっくりするくらい渚さんの手は冷たかった。だから俺はその手が温まるように優しく握った。渚さんも俺の手を振り払うことはしなかった。渚さん、もういいんだ。そんなに自分を責めないで。コウタはどこまでも自分本位な人だった。それでも亡くなる前、家族のことを思ってお金を貯めようとしていた。あいつが誰かのために何かをしようとしたってだけで、とんでもないことなんだ。そうなれたのは間違いなく渚さんとミオちゃんのおかげだ。それは俺の本心だった。でもいつまでもコウタに囚われてほしくはない。もっと自分の幸せを渚さんには求めていってほしいのだ。渚さん、俺じゃダメなのかな。もう渚さんにもミオちゃんにも悲しい思いはさせないよ。これからは俺の隣で生きていってくれませんか。渚さんは長い間黙り込んでいた。そして俺の目を見てゆっくり口を開いたのだ。私、あなたがいなかったら生きてこられなかった。私もあなたと同じ思いです。でも少し時間をください。お母さんとコウタがいなくなった現実を自分の中で整理する時間が欲しいの。渚さんの気持ちはよくわかる。だからこそ俺はいくらでも待つと返事をしたのだ。それから1年後、俺と渚さんとミオちゃんは3人揃って母とコウタの法事を済ませ墓参りに来ていた。墓に手を合わせながら渚さんと支え合ったこの1年を思い起こす。この1年で渚さんも
自分の気持ちに折り合いをつけることができたようだった。今日の渚さんは全てを吹っ切ったような笑顔を見せてくれていた。そしてお墓に手を合わせながら言ってくれたのだ。お母さん、息子さんを私にください。幸せにしますから。みおちゃんも真似をしてくださいと言っている。だから俺も手を合わせた。コウタが置いていったことを後悔するくらい、渚さんとみおちゃんを幸せにします。せいぜい空の上で悔しがってください。俺の言葉に渚さんは満面の笑みを見せた。それから俺たち3人はみおちゃんを真ん中にして手をつないで帰ったのだ。この手はこれから何があっても離すことはない。それだけは決めている。おしまい。今回のお話はいかがだったでしょうか。最後まで読んでいただきありがとうございました。ぜひ感想をコメント欄にて教えてください。少しでもいいなと思っていただけた方はチャンネル登録、評価よろしくお願いいたします。